はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は少しマニアックな話になってしまうんですが、棚卸しのやり方について改めて説明させていただきたいと思います。法人の方であれば、年に1回の決算。 確定申告を行う個人事業主の方であればその確定申告時、要するに12月31日の在庫状況っていうのを計算する必要があるわけなんですが、今まで2回にわたって話をさせていただきました。ぜひ1回目2回目の動画ご覧になっていない方、この動画の下にもリンクを貼っておきますので、そちらでご確認いただければと思います。大きく分けて6種類の減価法と呼ばれる棚卸しと低価法と呼ばれる棚卸しの仕方、 があり原価法の中では最終仕入れ原価法、個別法、先入れ先出し法、総平均法、移動平均法、 売価還元法。この6種類が存在しているんですが、最終仕入れ減価法による棚卸しの仕方について、私実際に作業していきたいと思います。弊社の場合は1月31日が期末になりますので、1月31日現在の在庫数と各在庫の減価を掛け算して、総額いくらの在庫が Amazon の倉庫内に残っているかというものを税理士さんに報告する義務があります。では 早速進めていきましょうまず、レポートタブのフルフィルメントをクリックします。在庫タブの下の方にある表示を拡大をクリックします。在庫スナップショット日時をクリックします。ダウンロードをクリックし、レポート期間を日付にして、弊社の場合は1月31日現在の在庫数が必要なので、レポートの期間の開始日も終了日も1月31日を選択します。CSV 形式でのダウンロードをリクエストを ククリックします。右下に処理中と表示されていますが30秒ほど待っていただくとダウンロードのボタンが表示されますのでダウンロードボタンをクリックしますすると左下に Excel ファイルがダウンロードできていますのでこちらのエクセルファイルをクリックしますこちらがダウンロードされた Excel ファイルになります実際は BCD の縦列にも FNSKU、SKU そしてプロダクトネーム消費名がしっかりと記載されているんですがまず左上すべての行と列を 選択して私はメイリオを選択します。別にわざわざフォントを変える必要はないんですがメイリオは比較的目に優しいフォントですので私はいつもこのフォントを使っています。前回の動画でも少し説明させていただいたんですが今回はもっと簡略化して作業ができるように少し改善したいと思います。FGH の縦列についてはどこの倉庫に収められているか販売できるか否かそしてどこの国で売られているかが書かれているんですが こちらに関しては不要なので、すべて削除してしまいましょう。 次に E の前に4列を挿入しておきます。そして E の縦列は最終仕入れ原価、括弧中国元）。要するに最後にその商材を買い付けた際のアリババ上の商品の代金。F を TTS レート、当時の為替レート。G を TTS レートプラス0.5。この0.5という数字は代行会社によって変わるんですが、基本的に代行会社さんは特定の数をプラスした金額で料金を算出する仕組み になっています代行会社さんによっては1.0のところもありますし、1.2のところもあります。詳しくは代行会社さんにお聞きいただくか、代行会社さんの注文書や見積書をしっかりとご確認いただければ幸いです。H を最終仕入れ原価、カッ日本円、そして J の縦列を小形にします。例えば最終仕入れ原価、中国原が50元の商品で、当時の TTS レートが18.03円。 だったとします。イコール一つ前の F の縦列プラス0.5と記入すれば OK です。最終仕入れ原価、日本円についても関数で入力します。イコール E の縦列の数値。 かける G の縦列の数値、要するに TTS レートプラス0.5を選択しエンターをクリックすると日本円でいくらだったのかが算出できます。最後に象形ですが、やはり関数で、イコール H の縦列、日本円の金額かけるクオンティティ、要するに在庫数になります。ここまで記入できたらエンターを押すと自動的に小形が算出できます。 小継については、〜何々円と出た方が分かりやすいので、こちらの書式を変更したいと思います。お使いの表計算ソフトによってやり方は異なるんですが、こちらの WPS スプレッドシートの場合は右クリックして、セルの書式設定をクリックします。数値をクリックし、通貨を選択します。小数点以下の桁数についても、とりあえず小計ですので、0.1の位まで算出できるようにして、OK を押します。 今回はとりあえず1行説明するためにすべての関数も入れていったんですが実際は同じような計算をこの下の行でもずっと行っていく必要がありますので数値を入力する前に先に関数を入力しておいた方が便利です関数が必要になってくるのは g, h, j の縦列になりますので g に関してはイコール f の欄プラス0.5 H に関しては、イコール商品の中国元の原価 ×G の縦列の数値 J の縦列、象形に関してはイコール H×I このような形で必要な部分は数値が入力できました。あとは右下にカーソルを合わせると WPS スプレッドシートの場合黒い十字が出てきますので左クリックを押したまま下に下げていくとこの計算方法が全てに適用されます。小形に関しても同様で右下にカーソルを合わせ黒い十字が出てきたら左クリックを押したまま下に下げていくと同じように計算式が反映されます。関数については各左隣の数値を反映するように設定されています。小形に関しても 同じです。つまり、各商品の中国元と当時の TTS レートを入力するだけで、すべての計算を終えることができるというわけです。また、例えば、ここからここまでのすべての金額を合計したい場合は、こちらも関数で簡単に計算することができます。不要な欄に関数を入力してみましょう。イコール、サム、カッコ、一番上の欄、コロン、一番下の欄。 閉じそしてエンターを押すと指定した範囲の合計金額が算出できるようになります。というわけで今回は在庫スナップショット日時を使って決算時の棚卸しを行う方法について説明させていただきました。弊社の顧問税立んは原価法の最終仕入れ原価法を使って 棚卸しを行ってくださいとおっしゃっていましたがもしかしたら税理士さんによって考え方が異なるところもあるかもしれませんその点担当税理士さんもしくは顧問税理士さんにぜひ相談してみていただければ幸いです今回の動画もし参考になった方はよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です最後までご静聴くださりありがとうございました